よ。それではですね、秋味付いたらもったいないんでね、またワームを使ってですね、そういうことをちょっとやってみたいと思います。波の下にドジョウはいるかどうか行ってみます。これね、結構場所的にはいいところですよ。昔はね、この辺釣れたんですよ。ここに入るの久しぶりですよ。なんかありますね。やってますよ。この辺のいいところですよ。そういうのを狙います。なんか引っかかるものがなんかありますね。なんか昆布かな、ちっちゃい魚かな。ちっちゃい魚ありますね。何回かね、そこ行ったり来たり行ったり来たりしてね、どこにしようか来た時ね、そこも空いてるし、めちゃめちゃ空いてましたね。だってみんな帰ったもん。そうだね。お、なんか来た。お、来た来た。なんだお、なんだあ、どんこだ。これ食べたらね、美味しいって言うんですよね。食べたことないの。なんか食べた人の話聞くとね、味噌汁に入れてね、食べたらね、食べれるよって言うんだけど、本当かなみたいに。本当だよ。あ、そうですか。前回来た時も釣れたんですよね。釣ってたからもう、どこでも釣ってんじゃん。魚屋根屋の乗らないっていうか、ええ、そういう料理だからねえ、まず食ってはあの白身でも美味しいよ。美味しいって言ってますよね。やった、また釣れたじゃここで釣れたら確率、あの可能性ありますね、明日ね。地下釣れますかね。サバシ帰った後、ええ、イワシの大群が入ったら。ああ、そうなんですか。日曜と月曜と、ええ、いた人が、はいはい、ルアで、あのカラシとルアで、ええ、イワシの大群が入った。なるほどね。はあ。ね、ちょっと寒いですね。この日陰になると暖かいか。ああ、風のね、当たんないですかね、そこね。はあ。頑張りましょう。ええ、出張してたり。そうなんですね。明日はファイターズ戦。だから棚自体は深いんですね。深い。ね。ああ、珍しいですわ。それ頑張るの。とりあえずちょっと頑張って、ダメだった。また。